ガンクラフトはね、ソルトウォーター、次はアジじゃないかなと。アジ釣りはね、もともとね、ずっと昔からね、やってたんですけども、ちょっとアジのね、ルアーも作ってみたいなということで、今回ね、アジ爆水という名前で、発売することになりました。1.8、2.4、2.8 とね、この3種類ありますので、前後、ね、よく似た形になってます。で、ちょっとね、先がね、細くなってると。いう感じ。頭を振らずに割とこうテールだけこう振る感じのルアーで、特徴はですね、やはりね、夜釣りすることが多いと。そうするとこう真ん中にね、こう刺しにくいじゃないかということで、まあ、さっと変えたいというのもあって、これね、上下がないんですよ ね丸深淵になっております。前から見ると、そうすると、こう前も横も下もなくなるんですね。その代わり真ん中に針を刺すことによって、右に刺そうが上に出そうが、もうどちら刺しても、まあ、真ん中にセンターで振るということで、それとね、フックの、ね、ガイドが入ってます。中に穴がついてるんですね。そこにスッて通してやって、手前に出す、横に出す、出してやれば、ほぼ真ん中にセットできると。これね、アジってやっぱりね、ずれることが一番食わない、ずれないことが一番食うんですよね。だから、どなたでも、どんな難しい人でも、僕らね、ワーム慣れてないですから、刺すの。でも、まっすぐセンターに刺せるっていうのがね、この、ね、アジ爆水の特徴。で、またね、こう、避けてくるんですよね。避けてきたりすると、別にこう、前後同じなんでね、ここは刺してやれば、また使えたりもするんで。だから上下がないですよと、ね、左右もないですよと、ね、前後もないですよということで、釣りがしやすく交換もしやすいということで、こういう作りにしました。それとね、次マテリアルなんですけど、この柔らかさ、これもね、こだわって、柔らかすぎるとアジがね、ツインバンだ時にずれてしまう、もしくは切れてしまうと。でずれなければ、一回当たった次は思いっきりね、ゴーンって食ってくるんですよね。それを目指そうということで、少しね、硬すぎず柔らかすぎず、ね、簡単に言うと下からまあ一番柔らかいですよというのが2段階ぐらい上の硬さでも、硬すぎないですから、ちょうどね、一発で、活性のやつは一発で食ってきます。でも活性のやつは一回ついばみます。次に思いっきり食わします。次で食わせたいということで、ずれないぐらいの硬さにしています。で、吸い込みはね、真ん中は細くなっているんで、吸い込みやすいですよということです。だからこれはね、やはりね、ハンドパワードでは出せない硬さ、少し硬めになっています。で、その硬さによることによって、このテールの動き、柔らかいとね、どうしてもこう動きすぎたりするんですね。でも少し固めにしてるんで、大きく動く、細かく動くっていうの両方動きやすくなってるんで、ぜひね、今年はね、これでね、皆さんアジ釣りっていうのに挑戦していただいて、でかいアジを狙っていただければいいかなと。ちょっとね、やはりね、バス釣り、僕らで言うとバス釣りは昼間やってます。夜なちょっと暇だなっていう時にね、ちょっとアジ釣りとか行ってもらったらいいんじゃないかと思います。今テスト中にね、いろいろやってるんですけど、やっぱりメバルとかね、ガシラにもいいんで、そちら方面にもね、ぜひ使ってほしいと思います。ぜひ皆さん、これよろしくお願いします。アジ爆水です。